こんにちは、クリッカーなすねこです。2018年上半期の国内新車販売でアクアやプリウスを抑えて首位に立った日産ノート。その躍進の原動力になっているのは2016年デビューのシリーズハイブリッド仕様 e パワーにあることは間違いないのですが、果たしてその乗り味はどんなものだったか。最新モデルに設定されるメダリストブラックアローというグレードに試乗して確認してみました。ノート e パワーでは搭載されている 1.2 リッターエンジンはタイヤの駆動には直接関与せず、あくまでバッテリーへの充電やモーターにパワーを供給する発電用出力としてのみ存在します。というわけで実際の走行は全て前輪と直結したモーターにて行っていますので、走行自体の感触を取り出して捉えると純 EV に近いものとなります。ただし発電用エンジンが走行中の少なくない場面でかかっているため、バッテリーの充電状態が良好な場合を除きますが、車体の軽量化やコストの観点からバッテリー容量が小さめなのでかかる頻度が多いのです。運転中はエンジンの音が印象に残ります。今回試乗した上級グレードであるメタリストではシーリング材の追加などによって静粛性は一般モデルよりも向上しています。言ってみれば客が少ないコーヒーショップでうるさくはないけど常に薄く BGM がかかってるみたいな感じでしょうか。このため全体の印象としては EV というよりもハイブリッド車に乗っているという感覚は強いです。逆に加速状態にある時よりも十分に純 EV 的なフィールがあるのはアクセルだけで加減速が楽しめるワンペダルドライビング時にあります。ノーマルモード状態では加減速はアクセルとブレーキを使って一般的な車両と同様に行います。しかし e パワードライブの S モードやエコモードにした時にはアクセルを緩めた際にブレーキの回生力をコントロールすることによって減速 G が大きく立ち上がるようになっているのです。この減速 G の立ち上がり方はなかなか強力で、連続走行中の速度調整はもちろんのこと、そのまま時速 0km の停止までフォローしてくれます。このアクセルだけで加減速停止まで行うというシステム、聞くとちょっと違和感がありそうに思いますが、実際に乗るとかなりシステムが熟成されていることがわかります。違和感がほとんどありません。思えばこのワンペダルドライブに限らず、アクセルを踏んだ際のモーターのトルクの出方やその出力を受け止める車体作りなどにおいて、ノート e パワーは数ある電動車の中でも相当に高い洗練度を持っていると思います。とにかく動きが自然なのです。そこにはやはり世界初の専用車体量産 EV であるリーフを送り出した日産の技術の蓄積があるのだなぁと改めて感じるのでした。